失礼いたします。起床の時刻でございます。お目覚めですか、主様。いや、まだ熟睡されてますね。寝ぼすけさん、このサレンディア救護院で寝泊まりを始めてから日が浅いですしね。枕や寝床にまだ慣れないのでしょう。いろいろあって疲労感も溜まっているはずですし、本日は特に急ぎの要件もございませんから、ゆっくり心ゆくまで寝かせて差し上げたい気もしますけど、生活リズムが崩れてしまっては不健康ですし、サレンディア救護院の皆様が用意してくださった朝食も冷めてしまいます。ここは心を鬼にして起こしますね。主様、お目覚めください。主様。うん、目覚めてくださらない。困った主様です。一人で起きできないなら、やはり私も一緒に寝床に入った方が良かったのでは。主様は記憶がないわけで、ほぼ赤ちゃんと言っても過言ではございません。私という保護者がおはようからお休みまで面倒を見る必要がございます。決して私が一人で寝るのが寂しいとかではなく、主様、今笑われましたか？もしかして起きておられるのですか？あ、やはりお目覚めになられていたのですね。おはようございます、主様。お疲れのところ無理に起こしてしまって申し訳ありません。ご不快でしたらどうぞ罰をお与えください。主様が早寝早起きをして健康に暮らしてくださるなら、私そのために犠牲になるのもやぶさかではありません。どれだけ虐げられようとも本望です。はっ、主様、寝ぼけてらっしゃるのですか？どうして私の肩を掴んで顔を近づけて。主様も一人寝が寂しかったのでございますか？私だってじゃなくて、困ります。どうしましょう。口づけですか？いわゆる目覚めの口づけでございますか？やっ、おでこ、どうしておでことおでこをコツンってしたのでございますか？はい、私熱がございますか？はあ、それを確かめたのですね。先ほどの謎のスキンシップにはそのような意図が。私も疲労感がたまって体調を崩してしまったのかもしれません。一生の不覚です。主様に風邪をうつしたら大変ですから、退出いたしますね。あ、主様、どうして私を抱っこするのでしょう。主様の寝床に運んで優しく下ろして、お布団をかけて頭を撫でて、これは一体ここで寝ればよろしいのですか？主様のベッドで。体調を崩したなら安静にしていないとダメと。お心遣いはありがたいのですけど、それならそれで私自室に戻って休みますよ。ほんの少し風邪気味という程度でございますから、歩けないほどでもありませんし、主様の寝床に私の風邪の菌などが残っちゃいそうです。あ、主様、何も説明せずにどこかへ行ってしまわれました。
遠くから声が聞こえる。どうもサレンディア救護員の方を呼びに行ったようでございますね。お薬などを用意して看病してくださる心づもりのようです。やはり主様はお優しい方。多少ずれているというか説明不足すぎて混乱しますけど、お心遣い痛み入ります。はあ、このベッド主様の体温が残っている。なんだか安心して眠たくなってきました。ここのところ一人寝の夜が続いて、やはり寂しかったのでしょうか。安眠できず寝不足だったのですけど、そのせいもあって体調を崩してしまったのですね。私ちっちゃい子みたいですね。恥ずかしいです。ガイド役失格ですけれど、そんなダメな私でも主様は決して見放さないのでしょうね。いつでも優しくて私を大事にしてくださいます。そんな主様に仕えられて、私は果報者でございます。